気をつけてください、キリト。ああ、行ってくる。頼むぞ。大丈夫だよね。信じるしかないよ、キリト君と銀シランの槍を。キリト、大丈夫かい？正直死ぬかと思った。お疲れ様、キリト君。見事、銀シランの槍が落雷を止めたようですね。これで西の峡谷へ入れる。シエタがいるはずだ。進もう。今の声って魔獣なんかの火じゃない。みんな警戒しろ。なんて大きさなんだ。今までに見てきた魔獣とは明らかに違う。有無を言わせず数形を抱かせる仕様。これが、ああ、守護竜だ。何時だ、いかなる理由があってこの地へ足を踏み入れた。人間の言葉を。俺たちは雷を止めるためにここへ来たんだ。原因はあんただろう。すぐに雷を止めてくれ。雷を止める？なぜだ。決まっているだろう。雷によって
多くの人たちが被害に遭っている。人々だけではありません。獣や植物も。このままでは落雷で何もかも焼き払われてしまいます。だから何なのだと我は問うている。この大地とそこに住まうあらゆる生命は我バレントールの所有物に過ぎる。故に我の下す選択はこの土地における摂理に等しい。落雷もその一つ。何者をも異を唱えてはならぬ。それじゃ僕たちはどうすれば。決まっておろう。焼かれよ。それが我の選択に対する何時らのすべきことだ。そんな。あなたは人々から崇められ、そして人々を守る存在なんでしょう。だから銀シランの槍を人々に与えたんじゃないのですか。銀シランの槍。そうか、それを使いこの峡谷へと入ったのだな。確かに我はあの槍を貴様ら小さき者どもへと与えた。だが今になって分かった。あの選択こそが我の犯した最大の過ちであったと。過ちなんかじゃない。あんたは間違いなく人々の守護者だったはずだ。守護者だと。このバレントールをくだらぬ役割で呼ぶな。我はこの地の支配者なのだ。守護ではない。我は所有物の維持を繰り返したに過ぎる。だがそれも過去のこと。我は過ちを正す。あんたの目的は一体何だ。この地を、生命を再び我の支配下に置き、正しい状態へと戻す。そのためにこそ雷が必要なのだ。破壊によって異譜と進歩を生み出す。それこそが我の選択なのだ。そんなことさせない。たとえあんたが守護竜だろうと、支配欲のためだけに命を好き勝手に扱う奴を許すわけにはいかない。その自意識こそが何じゃ種族の欠点なのだ。大いなる力による絶対的な支配、それこそが秩序を形成するのだ。さあ小さき者どもよ、覚悟は良いな。その過当な命を消し積みへと変えてやろう。Thank you.
この地は我のもの。支配すべきはこのバレントール。誰も奪いはしないさ。ここに住む人たちはあんたが偉大であることを忘れてなんていないからな。それはこの地に住む人にもらったんだ。なんでも雷が落ちた木をお守りとして使う風習があるとかでさ。これはあんたへ崇拝と雷への畏怖が残り、きちんと人々に受け継がれている証拠だ。そんな人たちをあんたはまだ苦しめようとするのか。小さき者どもよ、なんじらは常にそうであったな。自然の最悪に抗いながらも時に崇拝し、我を恐れると同時に雷を美しきものと称す。まったく理解しがたい種族ゆえに、我は何時ら人間に惹かれたのだ。我をはじめとするあらゆる動植物、神獣さえもが持ち得ぬたくましき生命の輝きを持つ人間、それを守ることが我の誇り。そうまで言うのなら、なぜ人間を苦しめて支配しようとするんだ。言ったであろう、大いなる力による絶対的な支配こそが秩序を形成すると。一時の苦痛などさまつな問題でしかない。そこまで言い切るのなら、なぜ雷を町や村に落とさなかったんだ。それも考えた。完全なる支配のため、直接人間に手を下そうと。だがそれを試みる段階になるたびに、我の中にある何かがそれを拒否した。いや、正確には我の中にかつてはあった何かがそれを拒否したのだ。かつてあったもの、それは一体。わからぬ。だがそれでよい。支配を果たせず、こうして小さき者どもに敗北した今、我に介護の念は一つもない。抱くのはただ不思議なほどの安堵。なんだ？とはこうも脆弱な存在だったのでしょうか。舞台装置としては派手な割に随分と失望させてくれます。期待外れもいいところだが、まあいい。わずかながら時間を稼いでくれたことですし。バレントールは敗北を認めていた。なんでとどめを刺したんだ。逆に聞きますが、なぜ生かす必要があるのです。全ての生命には等しく幕引きの瞬間が存在する。それに浅ましい動物風情が人語を話すなど、最高司祭様への冒涜だとは思いませんか。冒涜？一体何を言ってるんだ。聞くところによると、この守護竜とやらは妙な知能を持ったがゆえに、遠い過去に最高司祭様を罵ったそうです。この卑しく無価値な肉の塊がこれ以上人化にとどまり続けていても意味がない。妙な理屈はいい。ここに来た目的を教えろ。目的？
はて、何のことでしょう。お前はこれまで聖豪騎士にディープフリーズを使い、カラントで拘束してきた。目的は何だ。お前ごときの滞在人に答える必要などありません。それじゃあ無理やりにでも答えてもらう。以前会った時に分かったでしょ。あなたの剣は私には届きません。そんなことやってみないと分からないだろう。今度こそお前を斬る。ではどうぞ好きに試してください。ほら言ったでしょう。所詮あなたの剣は私の真意の盾を破るには至らないのです。とはいえ邪魔をされれば困る。真なる盾にあなたのお相手を務めてもらいましょう。それではどうぞ旧友との再会を楽しまれるといい。救世主様、そして許されざる滞在人よ。待て、エディナ。私は民を導く救世主としてお前を止めてみせる。我が生涯最初で最後の友よ。ここで決着としよう。本気なのか。冒険者たちよ、決して私とこの者の対決に手は出すな。だが他の反逆者たちが先に進むことを何があろうと許すな。いいな。はい、メディア様。メディナ殿。わかった、メディナがその気なら俺も本気で行くぜ。オルティナノスケの名にかけて必ず倒せる。